新型コロナの影響で自粛していた阿光子ども食堂が今月3年ぶりに再開されました。再開までの道のりを姫路支社の上杉カメラマンが取材しました。炊きたてご飯にプロ仕込みの牛すじ肉、3年ぶりの子どもたちの笑顔。阿光市の子ども食堂です。新型コロナの影響で中止になっていた食事が再開されるまでの2ヶ月間に密着しました。阿光市刈谷の古民家、岩崎由美子さんが代表となり、2017年から子どもたちに無料で食事を提供しています。これチーズのやつ切ったで、チーズ好きやから、これ違うわ、しかし新型コロナの影響で2020年2月から子ども食堂を自粛。代わりに翌年3月からお弁当やお米の配布を始めました。また一人親家庭などを対象に食材を持ち帰ることができるフードパントリーを併設、冷蔵庫や冷凍庫も設置されています。買ってきてくれたんや、寄付できる食材の幅も広がりました。子供が大好きな唐揚げとかしてもらえたらいいかなって思います。こんにちは、お世話になります。去年12月、岩崎さんが市内の洋食店からハヤシライスの寄付を受けました。すごいね、カモメ屋さんの筋肉と。すいません、いつもありがとうございます。重たい。ありがとうございます。子供の頃というのはやっぱり食べるのがね、一番ご飯もままならないみたいな話を聞いたもんやから。早速温めて提供。この日も多くの人のお腹と心を満たしました。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、ここ入れた。すごい助かります。ちょっと一人親なんで、今食材も高くなってるんで、今までちょっとフルで働いてたんですけど、ちょっと体調崩して、今ちょっと仕事をちょっとやめなさいって病院の方から言われて。新しい学生ボランティアです。岩崎さんたちの活動に共感し、さまざまな人が手を差し伸べます。福祉の大学があるので、人手はありがたい。あ、もうそれありがたいですね。もう学生さん特にやっぱ子どもの反応が全然違うので。クリスマス、子ども食堂再開の準備を進めてきた岩崎さんからある知らせが。会食で居場所というのは大事だなと思うので、1月から、なんとか市民会館の方も会食が OK ということになったので、はい、会食楽しみにしてくださっている方もいると思います。新年1月12日子ども食堂再開の日、忙しく開店準備です。今日からで、やっぱりちょっとね、もう来てくれるかなって思ったら、なんか夜目が開いて、誰も来てくれへんかったらどうしようとかね。大量ですよ、こんだけしてたけど足らへん言われたから、また次メニューは
鉄板のハヤシライスです。ポテトサラダと温野菜に加えてリンゴもついています。感染対策で使い捨て容器を使います。下準備は完了。あとは会場で総仕上げですが、久しぶりすぎて段取りが全然わからへんどうしようって感じやな。卵どこ行った？あ、卵ここあるおやつも準備が整いました。こちらもすべて善意の寄付です。自分のためにいろんな方が自分のために何かをしてくれてるっていう気持ちが子どもたちに伝わって、また子どもたちが大きくなった時にこう何か自分ができることをこう人にやりたいなとか、やっぱそういう気持ちになってもらえたらな。午後4時、3年ぶりに阿光子ども食堂開店です。大きなったな。もう何やったの？ 3年生ぐらいやったかな、2年生ぐらいかな。もう来てたわ、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 来てくれたわ。岩崎さんも忙しく動き回ります。はい、どうぞ。あれ美味しい。あれ林ライス用意した60食はすぐになくなり、急遽30食を追加。嬉しい悲鳴です。おいしい。おいしいか、うん、久しぶりっていうこともあるし、やっぱり友達とっていうのがめったにないことだから。会食中、多くの人に声をかける岩崎さん。何気ない会話から相手が困っていることはないか感じ取ります。兄弟何人？3年ぶりで、あ、この子来てたなっていう、久しぶりやな言って、すごく私も嬉しかったし、まあ、子どもたちも楽しそうにご飯を食べたり、まあ、談笑したりで、本当に笑顔がね、良かったなって、もうちょっとホッとしてます。地域を巻き込み相手に寄り添う。岩崎さんの活動はこれからも続きます。改めて子ども食堂の大切さっていうのを感じました。生活環境が整わない方の支援と、またこうやって居場所づくり、地域のつながりを大事にする活動ということで続けていけたらなと思います。